しょ。え、あれを。よ。はい。まあ、今日はね、そんなこれといった企画でもないんだけど、まあ、今日はっていうか今日もだね。今日もなんだけど、まあこれといった企画もない。まあこれといった企画でもないんだけど、とりあえずね、この私今エクステつけてるでしょ。ちょっと、まあ、エクステがちりってきたし、ちょっとまあ取っていいかなと思って、アイショットになろうって思って。今日はエクステを取っていこうと思うよ。でもただエクステ取るだけじゃあれなんでね、まあエクステを取りながら最近の話でもちょこまかしようかなっていうゆるい動画だから、ゆるくね。ポカも来たよ、ポカチ。ゴロゴロ言ってる、聞こえる？こんちゃこんちゃこんちゃ、ほらポカリ、みんな息してっか。ワイワイはとっても眠て、オラはまだ2ヶ月とちょいだからよ、毎日毎日金子が作ってくれる飯を食ってたくさん遊んでたくさん寝てたくさん生まれて、そして眠っているんだ。これから立派なビジネスキャットになるから、みんなよろしくな。あれ、おばあちゃん寝ちゃった？これで寝寝すんの？じゃあこれで寝寝すんのはダメよ、眠くいとかで。てなわけで、まあ早速このエクステを外していくよ。よっこいしょっ。最近の話ね。どこの話題、エクスクだのね、びっくりしちゃった。で、話題変えよう。あ、そう。まあちょいちょいさ、ツイッターの方とかでは、なんか、ピッ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 言ってんだけど、私は引っ越しを考えていてさ、ずっと。なんかさ、YouTube 始めるってなった時に、新規って、初心に帰りたいじゃないけど、そう、なんか新規一転したくてさ、こう24歳の女の子の一人暮らし、そう24歳の女の子らしい間取りと平米数で一度暮らして、また1からっていうか0から改めてやり直していきたいなーって思ってさ、人生を。で、引っ越してみたらいいんだけど、こうなんつうのかね、耐えきれなくなっちゃった。そう、ただね、物が多いんだよね。いや、でもね、物が多いゆえ、物を捨ててきたんだ、たくさん。物をたくさん捨てて、新規ってこうやってるんだけど、そう、だから、もともと寝室だった部屋を、リビングからソファーを捨てて、ベッドを私今リビングに置いてるのよ。でも、だからもう生活空間はワンルームみたいな感じ。で、こっちの元寝室なのね、これ。こっちの元寝室を撮影部屋にしてるのよ。そう。で、なんか、で、猫もさ、増えてさ、足りないんだよね、なんか、平米が。40平米とちょっとぐらいしかないからさ、足りないんだよね。そう。で、引っ越し考えてて、で、次の物件もさ、私こだわりがあって、こう、二面採光ってやつ。光が二面から入る部屋にしたいのよ。そう。日光を欲してる。日光。そう、今の部屋がさ、縦長で、窓が一面しかなくて、しかも玄関から入って一番奥に窓があるっていう。それね、暗いんだよね。そう。日中とか日は差し込むけど、ほんと、リビングの方まで届かない。リビングに今し、あの、ベッド置いてるから、寝るのには最適なんだけど、明るくなんないからさ、でも、でこう、撮影とかするってなった時に、昼間でも暗いから照明たかなきゃいけないとか、いろいろあるんだよ。そう、まあ、それは今部屋の中の事情だけどさ、俺もプラプラ話してたけど、でもね、何より一番引っ越しのきっかけになったのは、家バレだよね。そう。めっちゃこう家バレしてるんだけど、で、まあ部屋番さえ割れなければ、別にセキュリティもしっかりしてるお家だし、まあいいやって思ったんだけど、そう。で、これはどこの SNS にも動画にも言ってなかったけどさ、来たんだよね、とうとう、ピンポンが。いや、YouTuber ならきっとそこでカメラを回すべきだったんだけど、普通に来てさ、まあテンパるじゃん？テンパって全然カメラ回せなかったよね。で、着終わった後に普通に、あって思って、回せばよかった、ちゃーってなったよね。旬なんかさ、よくさ、新車が来ましたとか、ストーキングされましたって言って動画出してる人って、マジですごいなって思う。よくそんなにすぐ頭回るなって思うもん。そう思う、私は。そう、そうやって家バレしたり、あとはなんていうの、ファンクラブをさ、7月の頭にファニコンさんの方で作らせてもらってさ、で、ちょくちょくみんなと交流したりしてたんだけど、で、そこのファンクラブのコンテンツの一つに、101って言って、私と1対1で会話できるコースがあるのね。で、このトークから何を勘違いしたのか知らないんだけど、あれよ、なんか、まあ私のことが好きだと。まあそれはいいと。で、何？親に結婚するって話しましたみたいな。
えみたいな、え急にぶっ飛んだけど大丈夫みたいな。でなんかまあ東京都内のとある場所、まあこれめっちゃうちの近所だったんだけど、とある場所の何料亭を予約しましたと。で母親と待ってますみたいな、えみたいな、いいじゃん、え母親呼ばないでよみたいな、呼ばないでの前にあなた誰ですかっていう、えまだ私あなたのトーク返してないんですけどっていう、めっちゃ飛躍してて、そっからなんかめっちゃ弁当返ってきたんだけどさ、もう返ってきたって私返してないけど、めっちゃ弁当が来て、で普通に行かないじゃんそんな、あ目にし怖いし普通に気持ち悪いし、でさあ待ってたのにみたいな怒り出して、えみたいな、えクソ理不尽やんとか思ったけど、でなんか、母だって体が悪い中田舎から来てくれたのにみたいな、いやいやいや別に私呼んでなんて言ってないしみたいな、そこはってなるやん。でなんか最終警告です、なんか明日をいついつまでどこどこで待ってますみたいな、でそれが近所のラーメン屋の前で貼ってますとかさ、えなんでっていう、すげえ迷惑やんシンプルに。でなんか最終的にさ一人で起承転結してんのよ、起も承も転も結も一人でやってて、最終的にじゃあもう僕は諦めますみたいな、ファンクラブも退会しますみたいな、えみたいな、いや別に構わないしなんやかんやって思ってるうちに、なんかそこのファンクラブの機能で強制退会、まあ赤バンだねさせることができるようになったんで、さすがに退会していただきましたけど、そういうこととかも最近結構あって、だからファンクラブに顔出したくないみたいなこともあったんだけど、今ねそのストーキングゲージ起承転結ゲージはなんとなく収まったんでよかったんですけど、まあ、そういうこともろもろ含めどうかなっていう、あと一番嫌だったのが、一番引っ越ししようって思ったのが、なんかツイッターにも書いたんだけど、あれなのよ、こうエレベーター乗っててさ、家から帰ってきて、でなんか地下が駐車場なんだけど、地下から上がってきたエレベーターで、でそこに乗り込んで、したらそこになんかね生きった大学生集団みたいな6人組みたいなのがいてさ、でなんか入った瞬間にあみたいな空気になってさ、わかるじゃんなんかそういう雰囲気、あ猫嫌じゃねみたいな雰囲気になり、あーって思って、でその時はめちゃくちゃ寝起きゲージだったんだけど、でわいその時めちゃくちゃ寝起きだったからちょっと顔伏せてたんだけど、でさ普通に声かけてもらえれば全然いいのよ、だって別にすっぴんでも全然話すし嬉しいし声かけてもらえるのは、でも家ってところもあって気使ってあまり話しかけてこない人とかもたくさんいるけど、でもなんかそいつら直接話しかけてくればいいのに後ろで聞こえるように言うわけよ、でエレベーターっていう密室の中でそんななんか「やれってさ」みたいな「ね、知ってる知ってるあの動画でさ」みたいな「いやワイスここにいる」みたいな。まあ、いい気のしない話し方をしててさ、で別にワイからさ別に話しかけられてもいいのにさ、あーどうもコンタ見てくれてありがとうって言う話でもないじゃん、ちょっと一回これ置くわ。でなんかすげえ不快になったのよ、でエレベーターだから部屋の回数押してるじゃん、部屋の回数も分かられちゃってるじゃん、すげえ嫌じゃん、でまあ降りるじゃん、うん嫌だったなあれって思って、今引っ越しの物件をめちゃくちゃ探してて、でまあね競争率が高くてさ、そこマジで通ってほしいんだけど、通ってくれんのかな、通ってくれよ頼むから、そこ通んなかったらもう本当に物件ないの今ね、本当に物件ないのよ、マジでない、物件がないの、物件が どうなってんの、いや結構割と条件広いと思うよ、何じゃあ家賃数十万以上で、まあ、平米数してますし、で、まあ、ディスポーサーがついててペット家で二面採光ってだけよ、で二面採光ってなると大体角部屋とかになるからさ、だからそれなりに家賃の予算上げてんのよ、こんだけ家賃の予算上げてたら多少もうちょっと部屋出てきていいんじゃないって思うんだけど、ないのよ、あってもペット不可だったり、最近はなんか喫煙者 NG とかあるみたいなのよね、まあ、喫煙者 NG はまあいいよ、まあいいとするよ、だってオーナー側だってまあね自分の持ち物なんだから、そんなん貸主が決めることだからさいいんだけど、ないな、なんてなんて不動産屋に聞いたら、まあオリンピックがなんやかんやでみんな今から部屋取っちゃうみたいね、うん、まあよう分からんけどさ不動産のことなんて、部屋がね、だからそこの審査落ちるか、まあ、一番手で申し込み取れなかったんだとしたらマジちょっときついよね、いろいろ、じゃあもう二面採光を諦めるかっていう話か、他に見てたまた違う土地のそっちの物件に行くかなんだけど、コンシェルジュのサービスがねゴミクソなんだよね、そこ新築で綺麗で二面採光でいいんだけど、そうちょっとねコンシェル使えないっていうのは本当にゴミクソだと思ってる。
でまあ第一候補競争率割と高いん でまだ人が住んでるから内見もできてないんだけど、もうすでにもう何人かがめちゃくちゃ話聞いてるみたいな。だからまあもう内見まだできてないけど、もう内見する前に申し込み書出しちゃおうっていう魂胆で通ればいいですけど、なんせ社会的弱者なもんでね、若いメスっつうのはよ、若いメスっつうのは本当に本当にもう額面出すか何やかんやなんだよね。その表仕事ってなると余計まあまあまあ社会的弱者なんですが、信用されないんですよね世間から。どんだけ頑張っていってもそのままどんだけ稼ごうが、なんか信用してもらえないんですよね本当。審査ってもうね、15から今まで一人暮らししてきて引っ越しも何度か経験してますけど、本当にね、新居っていうのはすっげーワクワクする。めっちゃモチベも上がる、めっちゃモチベ上がるしワクワクするんだけど、ほんと毎度この審査の期間っていうのがまーっとし、ほんとストレスたまる。この書類もワークと終わりね、書類がこの世で、ね、4番目ぐらいに苦手なんだけど、まあもう書類もめんどくさいわ、めんどくさいや。でおっ、だいぶスッキリしてきたんじゃない。まあ最近の引っ越し事情こんな感じ。まあ最近一番頭を悩ませることっつったらそのぐらいかな、マジで。もうちょっと審査がなんか楽だったり、そんな社会なんだとしたらもうちょっと生きやすかったと思う。ワイもでお母さんおいしょ。いまだに24になってお母さん言うけど違うんだよな。お母さんって言ったらお母さんにお前がママになるんだよっつって言われたりしてな。ああそうだねってなると結構いいよね。なん結婚ってどうなん、なひばちゃんいるっしょ、しぶちゃんの中にも。大結婚してんねん。結婚って実際どう、もう結婚に関するいろんな情報がこう錯誤しててさ、わかんねえ。もうただね、そう、うちお掃除をしてくれるおばばっていうのがいるんだけど、おばばはもう今年56とか57歳で、もうね2年半かなお世話になってて、毎週顔を合わせてるんだけどさ、おばばが言ってたんだよね。ほんとね、つでこれ考える前に勢いで結婚すべきだと。よく結婚は勢いだって言うけど、その理由は何だっていう話をこの間おばばとしててさ、でさ、おばばが言ったのはさ、結婚は勢いでしろっつうのは、いろいろ考えれる年齢になったり、いろいろ結婚について考え出しちゃったら絶対結婚しなくなると。結婚のメリットデメリットっていうものをこういくつか挙げて比較した中で、きっとみんな結婚しない道を選んでしまうと。だから結婚に関していろいろ考える頭が出来上がる前に結婚しろってことらしいんだわ多分。そうだから若いうちに勢いで結婚しろってそういうことなんだと思う。絶対にこの人っていう人がいなかったんだとしても、でもこの人だったらもう断る理由もないしなぐらいの人と結婚するのが一番いいっておばばが言ってた。わいは知らんけど。でもさ、今まで割と結婚したいって思っててさ、幸せな家庭を築きたいなとか、結婚に対してあんなあれやこれやいろんな理想を抱いていたんだけどさ、まあね、まあ割と結婚願望強い方だったとは思うんだけど、独身なんてありえない、考えらんないって、もう想像すらできないって今まで思ってたのよ。でもこの間さ、仕事も少し一段落してきてさ、まあ、ある程度 YouTube のことに関してもいろいろ分かってきてさ、慣れてきてさ、こう、まあ、少し自分の時間を持ったりする余裕ができて、こう、まあ、自分のやりたいこととかやって、でこの間まあ麻雀行ったんよね、久々に雀荘の方に。この間雀荘行って、夜から朝まで麻雀して、で普通にすがすがしい気持ちで朝家に帰ってきてさ、うわ楽しかったブーっつってバーバーバーって言って、でその時にさ、ふと思ったんだ。家帰ってさ、もうねポカリだったり青だったり、私を好いてくれてる可愛い毛玉たちがいてさ、お家に帰ればで、もう玄関のドア開ければニャー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 言って、ママおかえり、ママ大好き言ってさ、趣味も充実して、仕事も充実して、少し安らかな時間もあって、でさ、なんか初めて自分が独身貴族を謳歌するっていう想像ができてさ、その時に、でその時に出てきた感情が、あ悪くねえやって思っちゃったんだよね。一人でいても、あ一人で過ごしてても全然悪くないわっていうね、初めての感情に襲われたんだ。でもそれで人生に対して怖いものがまた一つなくなったと同時に、逆にそう思えてしまった自分に対して恐怖をちょっと覚えたんだけど、まあね、
あれでいいのかもしれない。でもそう思い始めた頃、別に諦めたわけじゃないんだよね、諦めたわけじゃないんだけど、多分そういった感情が、結婚したいとかっていう願望だね、感情っていうよりかが、心の底から本当に素直になくなった瞬間からさ、なんかまたなんていうの、まあまたこう言うとうざがられそうだけど、まあその異性に言い寄られたりさ、俗に言うそのモテるっていう現象がまた起きててさ、でもさ、こっちからしたら今じゃねえんだよなっていう、あ今なんだっていう、あ今かっていう、なんていうか、あ結婚すんのかな、だからね、結婚するのかもしれないけど、結婚するのかな、まあ、多分するだろうな。よいしょー、やったー、あー軽い、あー幸せ、あーエクステのない幸せ、あー頭が軽いよ、幸せだよ。はい、てなわけでなんやかんやくだらないことをぺっちゃらぺっちゃら話しましたけども、エクステを取りながらね、はい、こちら80本分かなの前の毛玉たち、うん、割といい匂いする、髪洗ったばっかだからかな。はい、ただいまショートヘアと待ちわびたかい、はぁ、まあ、何やかんや話しましたけども、そうみんなにお知らせがあるの、まあ、お知らせってほどお知らせではないんだけど、今回もまた質問コーナーをやろうと思ってね、なんか喉がやばい、超調子悪い、そう質問コーナーをやりたいの、質問コーナーをやりたいと思うので、ぜひこの動画のコメント欄に質問をどしどし送っていただけると嬉しいです。で、あとはツイッターの方でも告知しようと思うので、ツイッターの方ではハッシュタグ猫や質問コーナーっていうハッシュタグでツイートしていただけると質問を拾いやすいです。ぜひその質問をもとにまた質問コーナーの動画を撮らせていただけたらなって思っておりますので、ぜひとも皆様よろしくお願いいたします。あめっちゃ頭軽いってなわけで、まあ生たなんでもないこんなくだらない動画を出してしまったけど、この動画が良かったなって思った方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。じゃあね。